こんにちは、岩田書店の岩田です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一枚選手をやっている岩田書店の中の人である岩田がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中の長い聞きのお供にどうぞ楽しみください。1週間が早いですね。早いですねといえば、もう5月が後半なんですよびっくりする。まあ、前半はね、ゴールデンウィークで失ったと、まあ、皆さん思ってることは一緒でしょうけれどもねっていう、まあその1週間が早いって言っても、まあ私には月曜日というものがあるので、私には月曜日があるという意味がわからないとは思いますが、ジャンプが発売されるっていうね、今時のね、なんかこう今頃男子高校生みたいなことやってるっていうね、ジャンプを楽しみに生きてるっていう。なぜかというと、もう最近さ、ほらもうね、私の大好きな呪術廻戦がね、なんていうの、もうクライマックスですよって予告はされてたんだけどね、まあまあさ、いや想像以上の速さでなんかクライマックスっぽい感じになっちゃってて、いや嘘でしょみたいなちょっと空気感なんですけど、まあいろいろ話がどんどん急展開していってるわけよね。なので楽しみでしょうがないと。あとこう好きなキャラクターが結構わわわって出てるので、わーってなってるっていうこの、まあ、感情です。もうそろそろ北海道は運動会シーズンでね、この前の先の、土曜日曜とかで、ね、やったところも多かったんじゃないかなっていう、私が該当するのは今週ですね。雨降らなければうまいこといけば土曜日にやるんじゃないかな。土曜日ダメだったら日曜日というね。なんかまあコロナ前の感じにだいぶ戻ってはきてるんですけど、そのもっと前のいわゆる全学年同時にやり、お弁当を広げ、午後のねいい時間までやるっていう形ではないですよね。お昼なし、 お弁当なしで昼までにもうとりあえずこうギュッとね、ギュッとすればね意外とできんのよ運動会、全学年で人数も少ないしね。なので午前中競技の予定です。まあ楽になったよやっぱりそういう準備とかなく、ただ見てね、こうビデオ撮ってわーみたいなの方が楽心底楽です、はい、っていう思いがあります。一個人の意見ですけどねほんとね、学校行事もあるし、なんじゃかんじゃあるしという日々ですけれどもね、私は相変わらずです。戦勝やったり、戦勝社長のね、戦勝の手が止まらないんですよね。もうめちゃくちゃやってる。土曜日曜も、日曜なんか休みだけど普通に夕方ぐらいまでやってるしね、一人で。もともとそういう仕事人間だからさ、仕方ないけどね。まあそれでも、まあ休むということを覚えたのでね、体を守りつつやってんじゃないかなと思います。ただもうおじいちゃんすぎてさ、もうすっごい夜起きてられないって言ってすっごい早く寝るんだけど、今朝もね、今日もね、4時半に目が覚めたからさすがに眠いって朝言ってて、あじゃあシェスタを挟まれたらいかがですかっていう昼寝をね、うん、でも昼寝も取ってるけどそれでも眠いとか言うから、もうじゃあもうちょっと遅く寝ればって、起きてられないっていうか、もう知らんってなって知らんでしょそんなの、もうこっちとしてはさ、まあ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 うまいことねやっていきたいなと思います。はい、北海道いい季節になってきましたよ。だん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 ね、暖かい日も、あ今日はちょっと外で何かできるんじゃないかなっていうね、こう暑いなって感じる日もわずかに出てきたなと思います。この前思い切ってねゴミ一回投げに行ったけど、まだまだ捨てるものいっぱいあるし、もう本に至っては本はマジ真靴、自分でも思ってる。一回片付けたんですけど、ちょっと一回出して、分かってるの自分で、全部棚から出さないと本は片付けられないって分かってるので、一部とりあえずだって出したんだけど、他の片付けをやってるうちにそこを手につける、手をつける時間がなくなって、出したものをそのまままた落ち込んだっていう黒い歴史があるのでね、そこもでも本ってマジで一日仕事じゃないって思うの、うん、いや私漫画が結構あるからさ、やっぱ漫画はたまるよね、関数多いしね。かといってなかなか電書で買うともならないんですよ私の場合、うん、
あと家族と共有してるっていうのもあるので、どうしてもみんなで読むんだったらやっぱ紙になっちゃうなーっていう。ジャンプもね紙で買ってるし。でももうそろそろ私もジャンプをまた電書で買い始めてしまうんじゃないかっていう。あのこうさ12時またいだらさ配信になるから、そのたったね何時間か我慢できなくて。でも12時まで最近起きてられないからな社長のこと言ってられないの。おばさんかどころかおばあちゃんかが進んでいるというね、あの話なんですけど、まあまあまあ大人だから我慢してみせるって言って今んところ我慢してるけどね。どうでしょうね、私の言うことですからね。自分でも自分の言うことこう信頼できないなって思ってるんで、なんていうの、もう次の日には違うこと言ってるとかよくある舌の根が乾かないとは私のことみたいなね、どうやみたいな感じなんですよ、はい。そういえば来月社長の講演会、新十津川町っていう砂川市の川を挟んで裏手にあるんですけど、そこで講演会があるんですよ。午前中昼ぐらいまでかな、あるのでよければ、はい。多分図書館さんの仕切りだと思うんですけど、うん、まあ、また近くなったらお知らせできたらいいなと思います。で私そうそうそう、何回か前にあの白のさみんなの工場に行ってきたっていう動画を上げたんですけど、そこでね作った自分で作ったあのフレグランス香水がなんか癖になっちゃってすごい好きで結構使ってる。なんかうん、やっぱ自分でっていうところが、やっぱいただいたものとかさ、その買ったものっていうのはなんていうの、いや気に入って買うんでしょうけど、なんていうかなんか、うん、わかんないうまく説明できないけど、あのまあ気に入って使ってるよっていう話。みんなの工場ね、あのぜひよかったら砂川市に来たら行ってもらえたらなと思います。砂川市見るとこ結構あるって、この前あの来られた、韓国籍の女性の女の子が来て、北大に通ってるって言ってね。で、あのいろいろ一人で砂川の街を回って、砂川市はまだまだあのもっとね PR していけるってすごい熱く語られて、あの多分現在あの砂川市民の誰よりもね、あなたの方が砂川のことを思っているぐらいの熱量で、あの砂川市はどのように良いかっていうね、こうなんかやっぱりそのインバウンドじゃないけど、海外ね、特に彼女は韓国人なので、韓国からのその来た時、北海道にね来たくて来る人たちの目的にもかなってるみたいな。そう、やっぱ自然とかがすごい興味があるってことで、北海道の。そしたら、有名なとこはやっぱ富良野とかね、あっちの方になるけど、さすがにやっぱ札幌新千歳発着で考えると、あの遠いと分かる。遠いよね、あっちは遠いんだ。で、あの砂川市は札幌からね、まあ、JR で1時間ぐらいだと近いと、ちょうどいいと。朝出て砂川市を1日こう楽しんで、で夕方に帰るっていうね、まあ、札幌にホテルを取ってる方がやっぱり多いので、そういう風に考えるとここはすごくいいっていうので、あーなるほどなーっていう。ただ向こうの海外のそのなんていうの、韓国の方の、まあ、Google 的ななんかわかんないけど調べるやつではあんまり砂川の情報が出てこないと。それはいかん、いかんっていうことで、まあ、お話を伺ったんですけどね。非常に話も上手で面白い子でした。なんかお店に来て本買ってって写真撮って、そういう話をして盛り上がって帰っていくという、はあ、面白いなと思って。いや確かにね、住んでると分かんないことっていうのがやっぱよそから来た人の意見っていうのはね、すごくそういう風にああなるほどなーってなるっていうのはワンチャンある。ね、町おこし町おこしって簡単に言うけどさ、そのなんていうの、イベントやりゃいいとかそういうことじゃないからさ、うん、やっぱり人がその町に行くって、行ってみたいお店があるとか、行ってみたい、まあ見てみたい景色があると思う、でもいいんだけど、でいざ行ってみて、わあ楽しいってなるのがまず第一歩じゃないですか。で周りの住んでる方とかも見て、あすごく楽しそうだ、ここにはいろんなお店がいっぱいあるし、いろんなこんな楽しいものもあるし、あーってなってから第2弾、ようやく住んでみたいで人が集まるっていう風に、ね、なるじゃないですか。でお店出したい人もそう、ここだったらにぎわってるし、ね、自分のターゲットとするお客様もいらっしゃるっていうことになれば、やっぱ面白そうな人がいるっていうので集まっていく
ものなので、こうね、なんか箱を用意して、はいどうぞとかさ、なんていうの、イベントやりましたとかっていう、まあ、イベントにもよるけどさ、まあ、実名出すのダメだよな。なんかこう超すごいイベントね、なんとかなんちゃらっていうイベントが、ね、年に一度必ずあるけれども、そこに住もうとは思わないみたいなことになるわけじゃんっていう。だからまあね、まあ、イベントも大事だけどね、来ていただくチャンスそれはね、で来て、まあ、そこでうまくこうしていくと、あ素晴らしいってなればいいかなっていう、何を語ってるのかっていう感じですけれども。だから要するにその面白い店面白い店の一つになれたらいいなという話です。大して面白くはないです、うちちっちゃい本屋で。なんか大して面白くないと思うけど、本を読む人にしたら見たことのない多分品揃えで、並べ方もめちゃくちゃだし、なんだこの店っていう。だから探しがいのある、本を磨いのある、店かなっていう。もうなんかちっちゃすぎて、そのジャンル分けとかいろいろね、そういうのをしづらくて、なかなか大きい店みたいに分かれてないんですよね。なので、小さいけどじっくり見ていただける店ではないかなと思います。そんなこんなで気づいたらめっちゃ喋ってたわ。 ありがとう、本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。